どうも、アキです。サクセスやっていきます。今回は天才確定サクセスやっていきたいと思います。デッキこんな感じです。はい、というわけで今回は二股保守デッキで挑戦していきたいと思います。まあ、このデッキ盆栽で使ってみたところかなり手応えはあったんですが、その後自分で天才の入部届を燃やしたところちょっと問題点がございまして、まあ、自分で天才の入部届を持っていくとお守りが持っていけないので、この士気の評価が結構辛かったんですよね。なのでここだと、このタイミングしかないということで、お守りと招き猫で行きましょう。お願いします。よし。あ、間違えた。うわ、うわ、アホや。うわ、もう、うわ、うわうわ、ちょ、もう、クリスマスにしょうもない動画撮ったからここのままだ。確認したんだ。天空と知らせてそうか、ちょっと背景が似てるから。くぅー、あっぱー。やるしかねえ、もう。やるか。うわあ。いや、これもう本当にネタじゃないですからね。嘘だろ、もう最悪や。もう、なんでこれをやり直せない。あそこで、なんとか高校で正しいですかって出てほしい。保守とかじゃない。しらすなんだよ。やろうと思っていたのは。しらすの。いや、待て。今、天空が一番強いということを証明してやろう。見ておけ。今、一番強い高校は天空中央高校だ。それを証明してやる。選手兼彼女とか全く合わないんだよな、この高校に。うわ、やらかした。大秘宝すぎる。うわ、今まで YouTube やってきて一番のやらかしだ。YouTube というかパワープルアプリやってきてて。まあでも、千丸は来なかったと。いや、それを喜ぶべきなのかどうなのかわかんないですけどね。うわ、もう完全にそれじゃん。この間、ロコマタサクセスやったから、ここの高校のままだったんだ。あの動画なんて撮る必要なかったぞ、これ。あ、これもう告白ラインになるんかい。強いな、おい。だったらばこっちで行くか。いや、待て、一回切り替えよう。よし、もう切り替えます。一回切り替えて、これでガチに作ってやる。これで SS1 を作ってこそ真の実況者。見ておけ。 39% 攻めてえな。もう行くか。いや、さすがに違うか。いや、行っていいんじゃないか。もうこれ 39% それくらい攻めないとダメでしょ。逆に3人行くんだよこれ。よし SS1 作るぞ。ここからただの天才で。いや、逆にね、この間天空中央高校練習したんで。いや、ユニフォームで気づくべき。ちょっと似てるんだよな、本当に。この高校知らすとユニフォームで気づくべきだった。あ、ここまで捧げられなかったんかい。あ、足らないんかい。ただいや、選手兼彼女が一番合わない高校なんですよね、この天空中央高校は。エンジェルに入らないんで、選手兼彼女は。いや、
これサムネとタイトルどうやって書いたらいいんだよこれ悩ましい。サムネとタイトルどうしようこれ。いやてか二股デート10回なんてできるかこの高校で。そもそもいろいろちょっと待ってくれよ。そもそもどうやって立ち回っていけばいいんだ。うん、でもまあまあ発掘は調子いい。いやー天空中央高校のキャラなしですからね。しかもいやーくそ2017年まあ結構楽しかったななんて思ってたんですよね最近。まあ YouTube もたくさんの人に見ていただきましたし、まあいい一年になったななんて思っていたんですが最後の最後にやっちまったいや大丈夫大丈夫だから。天空中央高校めちゃめちゃ強いから。6股でだってオール S100 超えできるしね。6股なんていうふざけた編成で。そりゃ強いに間違いない。うん、そりゃ絶対強い。間違いない。強い。この高校は強い。やっていきましょう。まあ言ってもいいんだけどな。難しいなこれ。冷静に冷静に思いますがこれめちゃめちゃ難しいですね。どうやって立ち回ればいいんだこれ。めっちゃむずいやないかいこれ。みそのの評価ちょっと上げたいっていうのもあるんで言っておいて悪くはないぞ。まああとはもう本当にデートもやっていかないといけないですね。で篠野も行け。 OK。 立ち回りむず。冷静に立ち回りむず。ここで雷やべにかける。よし、お60。すげえ、やべくんすごっ。天空ってちょっと待って、シナリオキャラちゃんと入れてやれば改めてではありますが強いんじゃないかこれ。ちょまた天空ガチ攻略もやってみようかな。雷、矢部、篠の目入れると。まあ、ピッチャーも僕、虹谷50になりましたしね。まあ、レンもいるし、もちろん。今さだけど、強いんじゃないか、この高校って、実は。さあ、矢部、かりんちゃんに行け。相性いいのは知っている。おお、いいね。おお、いいね。あれ？よし、SS1 作るぞ。これ、秘宝からの朗報にしていくパターンね。いや、そんなんだってフラッシュいっぱい引けばいいだけの話ですよね。こっからね。で、金徳3つもらえばいいんですよ。ちょっと野手の金徳が何だったのか思い出せないレベルなんですけど。まあまあ大丈夫でしょう。さすがにうまいけど、シナリオキャラゼロか。まあ、これはけど美味しいでしょう、経験点が。でも普通にイベキャラの評価とかも美味しいし、行きましょう。で、こっからちょっとデートもやっていきましょう。ちょっとですね、イベント調べます。いや本当にもうやれることはやるというか、いやマジでこっからフラッシュ呼びまくるからね。うわーでもそれにしてもだな。いやもうバカだよ。バカ、もう笑ってくれ。いや笑ってくれた方が嬉しい。もさすがにもうバカとしか言いようがないよ。こんなバカなことをするのに冬休みの勉強方法なんていう動画出したアホな YouTuber がおるらしいな。
どこのドイツだい？あたしだよ、あたしだよ、自社チャンネルで出したんだよ、あたしだよ。成功するんかい、こういう時に限ってね。そこも全然行くのありだな。ちょっと一回みその評価上げとき、あーでもそっか、クリスマス間に合うと、あーあー、そうだな、クリスマス間に合うとまずかったから、こんなに上げちゃいかんのか。ちょっと上げすぎた。あー、クリスマス来るな、もう。はい、大丈夫、士気の評価も上がってるんで大丈夫です。さあ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 、うーん、まあでも3人いるっていうのは結構いいんじゃないか。よし。で、あれですよね。ビビいいですよね。あの、でかいハート出す人って結構いいと思うんですよね。ちょ、待って、天空って結構おもろいな。まあ、この間、6股はちょっとね、まあ、ネタというか、まあ、ガチ育成ではなかったんですけど、ちょっとガチ育成やってみたくなったな、これ逆に。天空おもろいな、結構。お、3人いる、シナリオキャラ。そのでっかいビビが出したやつは回収したいな、どっかで。まあ、ちょ、イライラするときあるんですけどね、天空は。全然発掘に行かなくて。でも今回そこそこ行ってると思うんで。しかもシナリオキャラ入れると、その、この好感度が確か上がりやすいとか色々ありますよね。もろもろ。おー、でもいいよ。さあ、成功してね。よっしゃー！ SS1 作るからな、ほんとに。そして告白も間に合わない。あ、そっか、あいつ後指だからまだワンチャンあるか。このハートだけちょっと回収したさあるな。でもまだ消えないんで、発掘向かわせるか、まあタックで回収してもいいけど、まあここでもう一回出るし。あれ、天空強い、もしかして。天空って無限の可能性があるなとは思っていたんですけどね、今までも。よしよしよし、いい感じだぞ、いい感じだぞ。発掘しただけかい。ちょっと男なら交渉してこい。あとはデートね。ほんとね、デートね。まあここで拾って雷に行かせるっていうのもあり。ひかりちゃんも結構強いな。おい、雷、これですね。これなんですよ。大吉引くー、引いていくー、悲しさあるー。フラッシュ来い、フラッシュ。やべ、雷行け。やべも行け。うん、これはさすがに行くべきでしょう。西田に行け。いや、これデート、やっぱ二股やる高校じゃねえな。いや、二股やるにしてもエンジェルが一人もともと多いならいいんですけど、選手兼彼女の二股はわけがわからんな、冷静に。
今何人揃ってる？意外と8人で、2人発掘もしているけど、まあ、デートやんないといけないんでね、それが難しいですね。いやー、めちゃめちゃ基礎値上がるな。まあでも確定じゃないみそののデートを進める方が効率的だと思うんだよな。ハートが出なくなってからデートをまあ4回終わらせられるんで、ということでまあここからみそのをなるべく進めよう。ひかりちゃんだけか、交通もあるけど、これ悩ましいな。これここかな。いやでもビビのハート出させるのいいって言ってたな、さっき。でも出そうにない、拾える。でもあんまりこいつのハートが良かった印象がない。うわ悩ましいよ。デート、悩んだらデート。さあ行きましょう。やべ雷、もうちょっとこううまくあれがあれしてあれになるといいな。これはここ行こうかな。頼む発掘してくれ。とりあえず10人行こう。10人。おい、交渉してお前、ゼロだったらそれは交渉してないだろ。童貞か、矢部くん。いや、あいつは童貞だな、どう考えても。あれが童貞じゃなかったらもう、もはや童貞とは何だというところはある。矢部くんは童貞。断言します。やっていきましょう。矢部くん、やっていきましょう。いろいろね。はい。おー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 。ただシナリオキャラがおらん。シナリオキャラがおらん。フラッシュ来い。来ない、フラッシュ。失敗するんかい。走塁のコツで、この高校結構昔の高校の割にあれはいいですね。イベントは今思うと。フラッシュ来ないね。弾道も上げる、呼吸も上げる。最強に俺はなる。行きましょう。最強選手に俺はなる。
あ、ペペ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 、お前明日、明後日か、来いよ来いよ、明日か明後日か。フラッシュ来いよ、フラッシュ。拾うっていうのもありなんだけれども、一回回復するっていうのもありなんじゃないだろうか。違うなぁ、違うなぁ。いや俺いいやつだろ。おわー、ようやくフラッシュ来た。オッケー、もうデートはですね、あとなんとかできるんでね、このフラッシュが終わった後にこっからもうハートを取りまくろう。とりあえずね、このハート取れる量やばいでしょ。冷静にいきましょうか。で雷発掘、めっちゃ強いやん、基礎値。よし、ダブルタックか。ただハートはそこが美味しいな。いや行こうか、矢部くんもいるし。矢部くん、そこそこの経験点だな。おい、カモメンタル。んー、まあその技術は美味しいな、言ったら。ただみそののタックですし、無理せずデートで。これがみそのの良さですよ。ちょっとコツ押さえするよ。ふう、フラッシュ来ないな。SS に作るぞ。来い来い来い、集まって来い。もうデートは大体終わっているんだ。お花が切れてもある。
守備結構上げたのに。アパー、フラッシュ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 どころじゃねえ。これはフラッシュどころじゃねえ。治安が過ぎるよ。そののこのイベントは強いな。フラッシュ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 。あ、そういえばひかりちゃんってイベキャラかワンチャンあるんじゃないかと思っていましたが、意外とないですね。遅いよ。フラッシュが全然来なさすぎて金徳一個も来ないっていうね。そもそも。いやもう泣きそう。もう大吉来たし、しらすやってたら SS1 はこれただの天丸、あ、センス来なくてもできただろうこれ。もうなんかこう人生がこうああなってああなるようになってほしいな。全部僕は悪いんですけどね。どう考えても僕が悪いんですけどね。何が何と言おうと僕は悪いですよ。そうです、私が悪いんです。今回はね、全て。だけどもだけど悲しいよ。行きましょう。そうか、でも天空はコツが入ってこないんですね、基本は。だからアレフトみたいなキャラクターはいいかもしれないですね。コツが整ってる。まあそれこそメガネ登場が非常にいいかもしれないですね。まあ非合格のみということで。あとデート2回あるんですけど、言っといてもいいけど、あべあべ、押し間違えるとこだった。いや、まだまだ SS1 いけるでしょう。まだ SS1 いけるでしょう。まだいけるでしょう。まだ諦めてないでしょう。人生ね。毒のしょぼ
共に絆を深め合い、この決勝戦0対0で迎える2回です。バッター篠崎、投げた、打った、これは強烈、入ります。センター、いや本当にあまりに心が辛いんで、もうアキさんかわいそう、かわいそうと思う人はぜひですね、チャンネル登録やってない人はね、チャンネル登録で、よければね、高評価だけ押して、僕のですね心をですね慰めていただけると嬉しいです。もう本当にこれ死にそう、もうやばい、やばい、本当に本当にさすがに心が折れる。これは、うわ、これは心折れるよ。ひらりひらりと舞い落ちたアゲハチョウ、それ心躍る、心躍るか、そもそも知らん、わからん、すべてわからん。世の母ダブルタック精神的にもきついな。お待たせ。ターン。天空リードで迎える2回です。バッターは篠崎。おりゃー。これは強烈。いった。入った入った。天空追加点のチャンスを迎えました。篠崎、アイちゃんのパイを使いで。天空リードで迎える5回です。今日2打席連続でホームランを放っている篠崎、打った、これはいい当たりだ、伸びた、センター。天空リードで迎える8回です。今日3打席連続でホームランを放っている、打ちました、初球打ち、これはヒットになります、篠崎。天空渋が期待に入れるわ、こんなもん。まあ金徳を取りますか、とりあえずね。ちょ待てよ、これポイント足りんのか、骸骨もなさすぎうち、なさすぎうちとしや。読売巨人軍左の先発、最近投げていない、福岡ダイエーホークス、九州出身、高校最後の試合負けた時の NHK のその日のニュースの解説は原監督、非常に杉内君いいピッチャーでしたねと言って、上で取る。ちなみに原監督の応援歌は嵐を呼べ、レッツゴーレッツゴー。この回の先頭バッターは篠崎、今日3打点、初球出てた、違う、どっちだっけ、勝利を呼べ、レッツゴーレッツゴー、どっちだっけ、じゃあ嵐を呼べ、レッツゴーレッツゴー、勝利を呼べ、レッツゴーレッツゴー、アーチをかけろ、輝く光浴びて、それ受けたつのりです。覚えてください。これはアッパーホテルの社長になった、今日一日でだいぶアッパーホテルの社長になった、本当に本当にアッパーだ。これはあんなチャンス思いっきり直撮りしといて、まさかの精神ポイントが足らないっていうアホみたいな事案が発生、そういう問題じゃないんだよな。でもそうなんだよな、そういう問題じゃないんだよな、そもそもなんというか、そういう次元じゃなかったというか、なんというか、その次元にすら達してないんだよな。ただ0対0で迎える2回です。バッター篠崎、
投げた。ボール。第2球。よいしょ。天空リードで迎える4回です。ワンアウトランナー1塁という場面、篠崎。第2球投げました。外角低め、外れてボール。はっきりしたボール球。カウントはワンボールワンストライクです。第4球を投げました。よし、右中間、一投、入った入った、ホームラン、ツーラン。天空追加点のチャンスです。ツーアウトランナー2塁という場面で篠崎、初球を打ちました。当たり損ねました。動揺している。アウト、スリーアウトチェンジ。動揺するんじゃない。天空最後ホームランでナックルをホームランにして終わりたい。まあストレートだ。強い当たり。さらにレフト線。いや、まあセンスつかんかったしね。センスつかんかったし、そうそう嘆くことじゃない。天才の入部届、なぜならですね、私3枚もらっております。3枚もらっております。昨日ガチャでね、3枚もらったんでね、もう3枚おろしにしてやりますよ。いや、もう泣きそう。いや、もう本当にアホだ。でもこれたまにやりますよね、本当に。普段もたまにやるんだよな。そのたまにがなぜここで出るか、まあ、これ割とあるあるだと思うんですよね。パワープロ川柳に乗るレベルのあるあるだと思うんですけど、これってなぜそれを今やるんだ。大やらかしです。でも経験点はそこそこです。せい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 、上り流が取れない。せいせいせい、いかん。もうほんと泣きそう、ほんと泣きそう。で、待て待て待て、最後ちょっとちゃんとやって終わろう。もうこうなったら最後ちゃんとやって終わろう。はい、ちゃんと割り振って、もう限界がここでしたと、そういうね、限界だけはこう示して終わりにしましょう。うわ、ちょうどいい経験点だな、おい。SS1 いっただろ。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。やらかしました。アディオス。